気象庁は今日マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が台風11号に変わったと発表しました。今後、発達しながら北上し、来月1日頃から沖縄に接近する恐れがあります。また、非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上にあり、30日に台湾とフィリピンの間を北西へ通過する見込みです。一方、三陸沖を北上していた台風10号は、 進路を東へ変えて遠ざかっています。